あれが黒き聖杯。カレル利休が完全に変異しちゃってる。ええ、コウマショウと同じですね。赤い星座、一個大体はいるわね。アークロイヤル号、それに間にフリッツ、本校はそちらについたか。思ったより早かったね。深淵はいないみたいだけど、なかなか壮観な顔ぶれじゃないか。トールズ7組きっと来ると思っていたよ。先輩、どうして知性の一人、そして結社の道化師か。ですが、無駄な悪あがきですわね。これもマスターのご意志。悪く思わないでちょうだい。敵対、守りに徹するか。ま、団長に任されてしもたし、進むならば覚悟してもらおう。シャーリー様の梅雨払いとして。ゼノ、レオ、二大両兵団が手を組んだのか。セドリック殿下のご意志により。リーン教官、7組ここで止めさせてもらおう。おかしいよ、良くも悪くも彼らは帝国人だ。宰相閣下と皇太子殿下に抗うのは難しいでしょうね。ロゼさん、トマス教官、あの結界は突破可能ですか。至難であろうな。たとえ鬼神を呼んだとしても。だがそちらの小僧の箱とわらわの術を合わせれば、あるいはなんとかねじ込むことはできるかもしれませんね。おばあちゃん、俺たちのために道を開いてくださるか。どうやら他に選択肢はなさそうですし。ま、年寄りは裏方に回らせてもらうとしよう。エマ、セリーナ、転移術の方は任せたぞ。はい、任せなさい。やる気ですの。この夫人を見て大した度胸やけど。来たか。まさか。あくまで食い下がるか。間に合ったか。え、あちらの方が送ってくださったので。アガッタさん、シェルさんたちの方は。かなり厳しいが、ケツ叩かれてきしまった。こんな時にお前のそばにいなくてどうすんだってな。ヒュー、ヒュー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 。うるせえっての。少しだけ和んだところで、役者は揃ったみたいだね。始めるとしよう。結社の方々は引き受けましょうか。ざれ言を。聖杯の副長、相手にとって不足なし。ヒールの魔女
第二中並みと思った方が良さそうね。そんじゃ俺らは銃剣たちの相手をしようか。 ZCF の最新武装、果たしてどの程度のパワーか。ならば我らは若屋財団の娘 TMP 少佐の相手をしよう。だったら僕は第二分校、これより協力者の力も借りて聖杯の攻略を開始します。イエスマン。こちらも出ます。トールズ士官学院本校、これより第二の迎撃を開始する。おう。最初からさ、もともと僕は地星の生まれだ。博士に弟子入りする前からね。そしてアンなら死んだよ。それは嘘だよ。左翼少し引いて、突出しすぎてる。アンちゃんもクロウ君もジョルジュ君もよく知ってる。クロウ君を助けたジョルジュ君がアンちゃんを見捨てるわけがない。閉じ込めてるんでしょ、工房の本拠地とかに。だったら試してみるかい。先輩、させるか。少しなら動けるわよ。させないよ。覚悟ですわ。こちらのセリフだ。下がるがいい。ここは通さない。今です。行くがよい。七組の子らよ。アラード翼よ、エウムローカス、我らをあの地へ。彼らに任せるとして、なんとか食い止める必要がありそうですね。ああやってくれたね。この落とし前高くつきますわよ。あの黒い卵の中みたいだね。感じる。かつてないほどの力を。
あのコーマ賞をはるかに超えていますね。この高さ500アージュくらいかしら。ええ、反響具合からそのくらいでしょう。行きましょうか。間違いなく彼らが待ち受けていそうですが。で、あろうな。結社の使徒に執行者、知性の協力者、そしてアイアンブリードですね。ああ、でも行かなきゃ。うん、何が立ちはだかろうが止まるわけにはいかないよね。新旧含めた7組として前へ進むだけだ。ええ、私たちが私たちであるためにも世界を終わらせるなんてあの人たちにさせないためにも。アリサさん、その通りですよ。させません、絶対に。覚悟は十分みたいね。全員揃ってないのは残念だけど、ま、帳尻を合わせればいいでしょう。そうですね、そのためにも。待ち受けるのは極限の戦いだが、恐れることはない。2年以上にわたって練られ、新たな力も加えた俺たちなら、今のトールスの7組なら乗り越えられないものはないはずだ。状況開始。黄昏の開始を阻止し、拘束されたアルティナも解放する。俺たちを送り出してくれた全ての人たちに報いるためにも、全員揃って何があっても絶対生きて帰るぞ。行きましょう。